おそうです、こんにちは。ですね、今現在3月17日、もう3月も中旬、もう下旬に差し掛かろうというところなんですけども、まあなんかやっぱり最近は病気ですね、パンデミックなんていう言葉も出始めましたけれども、まあやっぱりイベントの自粛が続いたり、まあちょっと社会的に不安定な情勢が続いてますんで、みんなの心の中にもちょっと閉塞感といいますか、そういった流れがちょっとあるんですけども、そんな流れの中、ドットコミのですね、4周年イベント、ドットコミ祭りについてちょっと皆さんにお伝えしないといけないことがあります。まずはちょっとこちらをご覧ください。4周年へ迎え、この神輿を世界中でやりたいですっていうふうに言いました、僕は。ですね、例えば本当はですね、石垣島行って、その後ドイツ行って、中東行って、アメリカ行って、まあ、ロシア行ってっていうふうな感じで世界各地でですね、この神輿をやりたいなっていうふうなのが野望ですね。はい、野望です。本当はですね、石垣島行って、その後ドイツ行って、石垣島行って、石垣島行って、石垣島行って、はい、ということで今年の周年イベントドットコミ祭りも平年通り開催ということで、そしてさらに2020年4周年を祝う開催地は石垣島に決定いたしました。石垣島です。本当です。石垣島に行って神輿を担ぐ流れとなっております。で、ズバリ日程なんですけれども、4月2日の石垣島のビーチで神輿を担げたらなというふうに思ってます。で、それの前後、それに伴いですね、島野菜カフェリハロービーチさんに協力をいただきまして、多分3月31日から4月1日その2日間にかけてリハロービーチさん、もしくはハローキャンパスさん、その他、飲食店でですね、ドットコミとコラボのイベントをさせてもらえるというふうな話になっておりますので、石垣島の皆さんはぜひぜひリハロービーチさん、ハローキャンパスさんに遊びに来てもらってですね、僕らと一緒にソーセージ食べましょう。そして4月2日もし空いてたらですね、神輿を担ぎに来てください。なんとですね、今のところ、担げる人間がですねいないと。まあホームページ作ってくれたレンジは石垣島にいますんで、まあ一人で神輿は担げないですし、リハローの海老沼さんも担いでくれるというふうにおっしゃってるんですけども、全然人手が足りてませんので、イベントに参加して、そして神輿も担いでほしいなというふうに思います。ちょっとその辺の詳しい日程とか時間はですね、またおいおい告知していきたいと思いますけれども、まあ、今出てるスケジュールで言えば、まあ、3月31日そして4月1日はどこかしらの店舗でイベントをさせてもらいまして、4月2日におみこし、そしてドットコミ祭り開催という流れになっております。広島の皆さん残念でした。ちょっと生で見れるのは石垣島の人だけになっちゃいますけれども、ぜひぜひですね、石垣島の方は遊びに来てください。ということでお知らせでした。石垣島の皆さん待ってらっしゃい。はい、今日も YouTube 最後までご覧いただきましてありがとうございます。ドットコミは広島市西区観音町にお店を構えるソーセージ専門店です。ここで作っているソーセージはですね、ホームページ上のオンラインストアでも全種類買うことができますし、悩んだらセット販売等々もやっております。で、オンラインストアですと1万円以上のお買い物でクール便送料すべて無料となっておりますので、ぜひですね、ドットコミのソーセージが気になった方、食べたい方はホームページに行ってらっしゃい。はい。